レッドドラゴンは、星会社が運営するウェブサイト最前線にて2012年1月31日から2014年5月29日まで、連載された TRPG リプレイの手法を取った創作物。ストーリーを夜という区切りで分けており、第6夜をもって完結。また、星会社、フィクションスからイラストの追加及び過筆、修正を加えた、 書籍版が刊行されている。本作を原案にクロスメディアミックス企画、ケオスドラゴンが立ち上げられた。ウェブページ上に連載された TRPG リプレイの手法を取った創作物。公式サイトでは、この創作物を RPF という独自の用語で呼称している。レッドドラゴンには市販ルールブック等が存在せず、本作のために設計された、 ワンオフのルールシステムによって行われる。システム設計を行ったのは、三戸誠、及び、庭の清宗、小立右京。なお、三田誠は、フィクションマスターを兼任している。プレイヤーは、うろぶち玄、なすきのこ、紅玉ク月、島ドリル、成田良子。また、本作が掲載されている、ウェブページ上では BGM が再生されており、作曲者は、先本ひとし。 作中におけるイラストはプレイヤーであるしマドリルの手によるものである。2015年2月、レッドドラゴンを原点としたメディアミックス企画として星会社東方アニメーションセガネットワークスによるケイオスドラゴンプロジェクトが発表された。レッドドラゴンの設定及び展開をケイオスドラゴンの仕様に変更したケイオスドラゴン赤流戦役はテレビアニメとして 同年7月から9月にかけて放送した。下記の10年後とリンクしているため、レッドドラゴンとは違う展開で進行する。赤流戦役から10年後を描いたものとして、スマートフォンタブレット端末向けゲームアプリは、ケイオスドラゴン混沌戦争のタイトルで、同年初夏を目途に、アップスドアンドプラーにて配信され、ボードゲームは、ケイオスドラゴンカオ春秋のタイトルで発売される。 それぞれのタイトルは時系列やアプリゲームでの展開、ボードゲームでの公式プレイ結果でつながりや影響を及ぼす形式となっている。二つの大国が冷戦状態にある世界。その両国の間に存在する島国、ニルカムイが本作の舞台となっている。喫光状態にあるその世界には七匹の竜が存在し、そのうちの一匹である赤の竜が ニルカムイに存在した。その赤の竜が原因不明ながら突如発狂し、複数の村を壊滅させる脅威と化した。プレイヤーたちは赤の竜を討伐するための非公式部隊として集結することとなる。ケイオスドラゴンプロジェクトでの石竜戦役は条文がベースであり、その10年後においては、ケイオスと呼ばれる軍勢によって、さらに国家が分裂した状態となっており、 ケイオスに対抗できる記憶喪失の主人公が登場したところから開始される。剣と魔法、機械が存在するファンタジー的世界観である。架空人種に対する差別や不安定な社会情勢などが描かれており、ダークファンタジー的な傾向が強い。自動車や工場などの存在は、少なくとも物語の物体となる島国、ニルカムリにおいては描写されていない。ただし、 これは、環境的に外海からの運輸が困難とされている、ニルカムイ特有の描写である、可能性もある。主な移動手段は、徒歩、船舶、カダナン。第四夜では飛行船も登場している。武器に関しては、剣やコンなどの白兵武器や石弓が、作中において描写されたほか、コーランが、マスケット銃や、大砲の製造技術を持つとされている。プレイヤーキャラクター。 記述順は公式 PV での登場順に準拠。作中世界において七柱しか存在しない世界の根源的な存在。全部で七竜で、その力関係は謎に包まれている。竜一個体で小国家一つを滅ぼせるほどの力を持つ。ニルカムイ・コーラン・ドナティアその他、オリジナルキャラクター物語の舞台となる島。未開の部分が多く、開拓地はドナティアと、 高乱の植民地及び地元民たちが運営する独立都市に散奮されている。多数のマソ流が複雑に絡み合っているため、気候は異常なまでに極端。魔物の数も極めて多く、都市とごく一部の街道を除いて、人々は常時魔物の牙に怯えて生活している。村落が魔物に壊滅させられることは珍しくなく、城壁を巡らせた都市でさえ、しばしば消滅する。 高等種という種族を崇拝する特殊な宗教形態を有している。かつて島中を荒廃させたドナティアとコーランの戦争、7年戦争を経て、今は干渉国のような扱いだった。しかし、ニルカムイを縄張りとしている七竜の一柱、赤の竜に異変が生じたことから、情勢は不安定になろうとしている。ニルカムイのはるか東方に位置する。 アーデルバイド大陸の8割を支配下に収め、巨大国家。黒の竜に祝福され、優れた魔法と科学技術、有猛な騎士団によって、拡大路線を続けてきた、世界最強の軍事国家でもある。特に200数十年前、現皇帝が、黒の竜を含む三柱の竜と契約して、以来は、八九の海進撃を続け、ニルカムイのみならず、海を隔てたコランの一部をも、 植民地にした。唯一神を信じる、教会を有し、正義のために人々を文明化し、正しく導かねばならないという信仰を有する。国流騎士団をはじめとして誇り高き戦いと求める、ものが多く、戦乱を招いた後来を批判している。一方で、自分たちもにルるかむよ、分割統治という形で、ほぼ植民地化扱いしていることには疑問を抱いて、おらず、 地元民を差別している自分たちのやり方も当然と捉えているなど専明思想に偏ったものが大半を占めている。高乱の軍備拡張、広大すぎる領土と非効率な大貴族制度、教会と軍部の対立や皇帝の後継者問題などによりこの数十年間、領土は縮小傾向にある。特に黒の竜を除く二つの竜と契約する皇帝はすでに老齢であるため、 彼が崩御すれば情勢が一挙に悪化すると危惧されている。魂を輪に転生させ永遠に生きるという高乱霊母の滑る多民族国家。そのモットーは平等であり、現世利益を何よりも重視する。商業と哲学の国。個人収容に特化した道と呼ばれる魔術体系を持ち、西の大国として君臨。集団戦に長けた。 ドナティアに100年程度は苦渋を強いられたが、六血と呼ばれる万人町及び兵器による陸海軍が湿地回復を果たしつつある。強大な千人町を中心としたニルカムへの軍事介入も彼らにとってはその一環に過ぎない。霊母による中央集権により貨幣統一を行ったことにより、経済の発展が著しく、単純な経済力はドナティアの倍近くになっている。 国境はなく、霊母を崇拝する八爪会と霊母を敬いつつも、相互扶助を重視する天不動とが二大勢力となっている。ゲームプレイに使われているルールシステムは、規制の TRPG 製品のものではなく、本企画のためだけに新しく作られた完全オリジナルのものが使われている。ルールシステムやゲームデータについては、本編の物語が理解できる程度の断片的な、 ものしか公開されておらず、一般読者が同じルールとデータで遊ぶことが可能な量の情報を提供するようなアナウンスもされていない。キャラクターの様々な行動の成否を判断する行為、判定システムには、10面体ダイスを2つ使ったパーセンテージロールに類するものを実装している。あらかじめ、10面体ダイスを10の位と1の位に、それぞれ分けておき、これを振る。 キャラクターには判定を行うためのステータスがパーセント表記で設定されており、この数字よりも低い目を出した場合、成功。ステータスを割り振ることにより、複数回の判定処理を行うことも、可能判定用のステータスは100%を超えていることもあるが、96以上か00が出た場合は、自動失敗となる。一般的な TRPG 同様、 判定に使うための技能を選択することも可能。判定に成功した後に、どの程度成功したのかを算出する処理が存在する。技能ごとに存在する、効果値と、ダイス1個を振って出た目を合計して算出する。これを、達成度と呼び、この値が高ければ高いほど、よりうまく行動を成功させたことになる。攻撃の場合はここに、利用した武器固有の数値が加算される。 戦闘以外の場合は達成度をもとに FM が数値表などを参照し処理を行う。ケイオスドラゴン赤竜戦役のタイトルで2015年7月より9月まで放送された。レッドドラゴンとの登場人物の設定の違いについては上記キャラクターの節を参照。ほとんどの竜は 3DCG によるトゥーンレンダリング描写である。 ケイオスドラゴン波王春秋のタイトルで2022年発売予定。ケイオスドラゴン混沌戦争のタイトルでセガネットワークスがセガゲームスに吸収合併された後の2015年7月2日にプラーにて先行配信をスタートした。アップストアでは同年8月13日に配信された。システムは同じセガゲームスが運営するチェーンクロニクルと 同ベースなタワーディフェンスを採用している。アニメ、赤流戦域とのつながりに関しては、登場人物が10年後の姿で登場したり、10年前に登場していた道具類が登場する。配信直後より、ガチャ抽選率を短期間で数回改変を実施したり、アイテム無限入手などの不具合が発生している。ボードゲーム、覇王春秋との連動が予定されていたが、実現することはなく、 2016年5月26日に同年7月27日の13時をもってサービスが終了することが発表された。ケイオスドラゴン赤竜戦役に関するカテゴリー、ケイオスドラゴン混沌戦争に関するカテゴリー、ありがとうございます。